王の哲也は、日本のテノール歌手。ドラマティックな表現を得意とする、テノーレ・リリコスピント。公益財団法人東京二機会理事、二機会幹事、会員、日本声学アカデミー会員、グループ、ナーベ会員、東京学芸大学名誉教授。福岡県八幡市出身。オペラデビューは1977年の二機会公演、魔キの武士役である。 ワーグナー以外にも、などのドイツオペラ、などのフランスオペラ、などのイタリアオペラなどの日本オペラ、といった幅広い分野の作品を手掛ける。オペレッタにおいても、などを演じ、歌役者としての評価も高い。一方、コンサートにおいては、NHK 交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団など日本の主要、オーケストラ、秋山和義、朝比奈隆史、 飯森大二郎、井上道義、大野和氏、小沢誠二、小高忠明、富山雄三、森忠志、山田和夫、若杉広志らの指揮者と共演し、などのトノール読書を歌う。1997年、作曲家、金田長寿や、声楽家、蒲田直澄と共に、新作歌曲の会を立ち上げ、1998年、第一回演奏会を皮切りに、 数々の歌曲の世界初演を行っている。また2000年より多摩数年に開催しているリサイタルも好評を博している。更新の指導にも当たっており、1980年から2019年にかけて東京学芸大学に奉職し、多くの声楽家音楽教育者を世に送り出し、また2008年度から2009年度にかけて芸術、スポーツ科学系長として、 学内運営に大きく貢献している。ありがとうございます。